手で撮ってみようか。よいしょ。あ、ヒメホタルが飛びる。え？ヒメホタルが飛びますね。ヒメさん飛びましたか。そこで後ろで飛びる。どこでも飛ぶんやろ。これが何だ。これか。よいしょ。あ、そうだ。もうちょっとこっちから。もうちょっとこっちから。伊藤さんがね、なんかツアーで上がってきてる。ああ、そうですか。ホタルを見に。ああ、それでか。意外と少ないもんですね。これぐらいしかない。こことそこだけですか、光ってるのは。あの、Cの灯火は、ええ、銀河は入ったら乾燥ですか。ああ、そうですか。この間トラブルがあったそうで。へー。あ、なんかね、踏み荒らしてどうのこうの言ってましたね。忘れ物がないか、ここはちょっと照らしさせてもらいます。あ、どうぞどうぞ。意外に忘れとるんですね。銀河は星田、越知町のツアーに参加したら連れてってくれるやろうかね。あ、そうですかね。あ、なるほど。そうかもしれませんね。銀河足場の悪いとこやから。あ、そうですか、うん、道路から結構遠い。いや、15m。 あ、そんなもんですか。 15m、20m ぐらいですかね。え、道路からそれは取れないですか。あのカーブのとこからね。え、カーブってどのあたりですか。そこの下のカーブのとこから。あ、あの立ち入り禁止って書いてるとこ。あ、なるほど。あれから 15m、20m ぐらいですか。なるほどですね。だから、こう紙の横ばいみたいにして、うんうん、あの並んだとこ奥には行けれませんね。5、6人並んだらもう。そうなんですか。前下がりだし。いや、これしかし神秘的ですね。ああ、どうぞ、一個取ってください。また帰りに。いや、神秘的や、これ。真上から撮りたいな。
電波弱すぎる気切るよ。聞こえてる、みるみるちゃん。あおさんチャンネルが音声届いてますか。やっぱくるくるなるよりか。
キツネの嫁エリア。キツネの嫁エリア。バッテリーあと 20% です。これも回収しておこうかも。ピントが合わなくなった、ね、キツネの嫁入りじゃ、キツネの嫁入りじゃ。俺もカメラ回収しておこうか。ちょっと行ってカメラ回収してきます。よいしょ。
ぱい良すぎる気切るよ。聞こえてる、見るいるじゃん。青さんチャンネルさん、音声届いてますか？